こちら門別競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い何が行くんでしょうか。エマリクラブ前に行きそうです。アザワク、それに続いています。さらにはメジロセプテンバー、3番カントリーシリック、その後ろエマリクラブ先手を取りました。間が空いてキンティカラフル、フラッシュライン、すぐ後ろプリムラアイランド、そのうちに続いています。並んで栗色の馬体エンブレムガレット、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。すぐ後ろにメジロサミーテ、最後方追走はギャリオンポポ、果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番メジロセプテンバー、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがエマリクラブ、カントリーシリック、それに続きます。すぐ後ろにキンティカラフル、黄色の帽子アザワク、その後ろすぐ隣にメジロサミーテ、すぐ後ろにエンブレムガレット、その隣にプリムラアイランド、その外からフラッシュライン、最後方にギャリオンポポ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ7番メジロセプテンバー、2番手はエマリクラブ、カントリーシリック、3番手ギャリオンポポ、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防、メジロセプテンバー先頭、外から勢いよくフラッシュライン、残り 200m、 さあ先頭は今度はフラッシュライン、残り 100m、 2番手はギャリオンポポ、フラッシュライン先頭だ、フラッシュライン、ゴールイン、2着にはどうやらギャリオンポポ、勝ったのはフラッシュライン。